アウグスティヌス、アウレリウス・アウグスティヌス、三百五十四年、十一月十三日から四百三十年八月二十八日、あるいはアウグーティノは、古代キリスト教の神学者、哲学者、説教者、ラテン教父と呼ばれる一軍の神学者たちの一人。キリスト教が、ローマ帝国によって公認され、国教とされた時期を中心に活躍し、正党信仰の確立に貢献した教府であり、 古代キリスト教世界のラテン語圏において多大な影響力を持つ理論家。カトリック教会、聖公会、ルーテル教会、聖教会、非カルケドン派で聖人。母モニカも聖人である。日本ハリストス聖教会では副アウグスティンと呼ばれる。なお、イングランドの初代カンタベリー大司教も同盟のアウグスティヌスであるため、本校のアウグスティヌスは これと区別して、ヒッポのアウグスティヌスと呼ばれる。アウグスティヌスは、キリスト教徒の母モニカ、聖人と異教徒の父パトリキウスの子として、北アフリカのタガステ、現在、アルジェリアのスークアハラスに生まれた。若い頃から、弁論術の勉強を始め、め、370年からは、タガステの富裕な市民ロマニアヌスのつてで、西方、第二の都市カルタゴにて学ぶ。 父パトリキウスは371年、死の直前に受選した。翌372年、同性中の女性、メ命不詳との間に、死生児である息子はデオダトス、エイディオデタス、エイデオダタスから、神からの贈り物の百372年から388年が生まれる。同性は15年に及んだと言われる。当時を改装して、私は肉欲に支配され、荒れ狂い。 全くその欲望のままになっていたと、告白で述べている。キリスト教に改心する前は、一時期、373年から382年、善悪二元論のマニ教を信奉していたが、キケロのホルテンシュースを読み哲学に関心を持ち、マニ教と距離を置くようになる。その後ネオプラトニズム、新プラトン主義を知り、ますますマニ教に幻滅を感じた。 当時ローマ帝国の首都であったイタリアのローマに383年に行き、さらに384年には、その北に位置する宮廷所在地ミラノで弁論術の教師をするうち、ミラノの司教、アンブロジュース及び母、モニカの影響によって、387年に息子、アデオダトゥスと共に洗礼を受け、キリスト教徒となった。受選前の386年、 ミラノの自宅で臨家の子供から、トラ、レゲイ、とって読めという声を聞き、近くにあった、パウロ書館、ローマの信徒への手紙、ローマ人への手紙第13章13から14節の、主イエス・キリストを身にまとえ、肉欲を満たすことに心を向けてはならないを読んで、改心したと言われる。387年、母モニカが、オスティアで没した後、アフリカに帰り、 息子や仲間と共に一種の修道院生活を送ったが、この時に彼が定めた規則はアウグスティヌスの改則と言われ、キリスト教修道会規則の一つとなった聖アウグスチの修道会はアウグスティヌスの定めた改則をもとに修道生活を送っていた修道士たちが13世紀に行動してできた修道会である。391年、北アフリカの都市ヒッポ。 当時、カルタゴに次ぐアフリカ第二の都市の教会の主催に、さらに三百九十六年には主教に選出されたため、その時初めて聖職者としての除解を受けた。四百十年、コート族によるローマ陥落を機に紛失した、異教徒によるキリスト教への避難に対し、天地創造以来の、神の国と地の国、自説、思想参照の二つの国の歴史による、不変死、 救済史の大著、神の国によって答えた。この著作は、アウグスティヌスの後期を代表する著作となる。四百三十年、ヨーロッパからジブラルタル海峡を渡って、北アフリカに侵入した、ゲルマン人の一族バンダル人によって、ヒッポが包囲される中、ローマ帝国の落日と合わせるかのように、古代思想の巨人はこの世を去った。神の国には、 二国史観あるいは二世界論と呼ばれる思想が述べられている。二国あるいは二世界とは神の国と地の国のことで、前者はイエスが唱えた愛の共同体のことであり、後者は世俗世界のことである。イエスが述べたように神の国はやがて地の国にとって変わるものであると説かれている。しかしイエスが言うように神の国は純粋に精神的な世界で目で見ることはできない。 アウグスティヌスによれば、地の国におけるキリスト教信者の共同体である、教会デザイも、基本的には、地の国のもので、従って、教会の中には、本来のキリスト教とは異質なもの、世俗の要素が混入しているのである。だが、地の国において、信仰を代表しているのは教会であり、その点で、教会は優位性を持っていることは、間違いないという。アウグスティヌスの思想は、 精神的なキリスト教共同体と世俗国家を弁別し、キリスト教の世俗国家に対する優位、普遍性の有力な根拠となった。藤原康信と飯島登造によれば、アウグスティヌスにあっては、絶対的で永遠なる神の国が歴史的に超越しているのに対して、地の国とその政治秩序はあくまで時間的で、基本質的な限定的なものに過ぎない。したがって、 政治秩序は相対化されるのであるが、アウグスティノスが、いわゆるニヒリズムや政治的相対主義に陥らないのは、政治秩序の比喩に絶対的な神の説理が存在し、現実世界に共通善を実現するための死産がそこに存在するからである。だからこそ、基本的に、神の国とは、異質な地の国の混入した現実の教会は、それでも、なお魂の救済を司る。 霊的権威として、地の国において、神の国を代表するのである。ここに、倫理目標の実現の担い手が、国家から教会へ、政治から宗教へと移行する過程を見ることができ、古典古代の政治思想との断絶が生じた。JB モラルによれば、アウグスティヌスの考えでは、異教国家に真の正義はなく、キリスト教に基づく、政治社会だけが正義を十分に実現できる。 国家であり、ヒキリスト教的な政治社会には、国家、リスプブリカの名称を与えてはいない。アウグスティヌスは、国家を癒しい存在とし、堕落した人間の支配欲に基づくもので、その存在理由はあくまで神の設理への奉仕で、それは、カトリック教会への従属によって得られる。一方で、告白に見られるような個人主義的に傾いた信仰と、神の国で論じられた教会でさえも、 世俗的であるという思想は、中世を通じて、教会批判の有力な根拠となり、宗教改革にも影響を与えた。アウグスティヌスは、人間の自由意志についても論じていた。アウグスティヌスの自由意志の解釈をめぐっては、相反する二つの立場がある。一、アウグスティヌスは、予定説に立つ、温調先行論に基づいて、自由意志を、 否定的あるいは限定的に論じたとする立場。ニスクイにおける個人の自由意志を積極的に認めたとする立場。前者の先行的温調に基づく解釈は、プロテスタンティズム神学で述べられることが多い。A.E. マックグラスは、アウグスティヌスの自由意志論を次のように二段階に分けて整理する。アウグスティヌスによれば、人間の自由意志はいわば悪の奮闘によって、 傾けられた天秤のようなもので、悪へと向かう深刻な偏りが損するのである。宮谷選手は以下のように整理する。宮谷はアウグスティヌスの自由意志論にパウロの影響を認めつつ、アウグスティヌスは罪を無知あるいは無力として捉え、人間には自由意志があっても、善悪を判断する知識あるいは能力がないために、救いの根拠は人間の自由意志ではなく、 神の自由な選びと予定である。クラウス・リーゼン・フーバーによれば、アウグスティヌスにおいて、自由とは歴史を形成する能力であるが、現在をはらんだ結果、人間の自由は悪へと傾斜することとなり、中立的な自由を失った。しかし神の恩寵により自由な、神の国において、人間は自らの自由を取り戻すことができるが、その段階においても、意志の弱さは残る。 その時人間が神への愛に貫かれて生きるなら、つまり、愛への意志によって恩寵により完成されるならば、もはや罪を犯すことのない自由を得ることができる。そして個人はこの救いの過程を通して、歴史の進展に寄与するとした。リーゼン・フーバーによれば、アウグスティノスは、人間本性はアダム以来掲示される現在によって損なわれ、それゆえ神と起きての遵守へと向かうためには、 先行する無償の温調が必要であると考えた。他に、福田寛一も、アウグスティノスは、ペラギウスと自由意志をめぐる論争で、自由意志を認めつつも、人間性は、無知と、無力のゆえに自由意志によって、救いに至ることができないと述べたとして、同じ立場に立つ。金子声優、宗教改革の精神では、アウグスティヌスは自由意志を否定したのではなく、その価値を認めて、 自由意志を許容したが、人間はその現在のゆえに自由意志を制限されており、信仰なくしては救いに至ることができないのであると、問いたのだといい、これも前者に近い。前者のような理解のもとに、アウグスティヌスを発展させて、明確に自由意志を否定したのがルターである。個人の自由意志を積極的に認めたとする校舎の立場としては、エラスムス、ナンバラ・シュベルがいる。 南原シュゲルはアウグスティヌスは神と人間の間の道徳的人格関係を明らかにしたと述べている。またハンザワ・タカマロによれば彼は古代以来の自由という言葉を神との関係における人間そのもののあり方に関わる言葉とした。アウグスティヌスは予定説によって世界を神による永遠不疫の秩序内にあるとしたがそれは 人間の自由意志による救いを少しも否定しないというものである。アウグスティヌスは神は人間を本性上自由意志を持つものとして創造したのであるから人間の救いは自由意志に基づくものでなければならないと考えたとする。アウグスティヌスの思想的影響は西欧のキリスト教、西方教会にとどまらず、西洋思想全体に及んでいると言っても過言ではない。 アウグスティヌス自身は、プラトン、シンプラトン主義、プロティノスなど、ストア思想を、ことに、キケロに影響を受けていた。すでに、ギリシア教父は、ギリシア思想とキリスト教の統合に進んでいたが、アウグスティヌスにおいて、シンプラトン主義とキリスト教思想が統合されたことは、西洋思想史を語る上で外すことができないほど、重要な業績である。また、 ラテン教父の間にあったストア派ことにそれと共にマニ教のでもある禁欲主義への共感を促進したこともキリスト教倫理思想への影響が大きい。アウグスティヌスの思想として特に後世に大きな影響を与えたのは人間の意志あるいは自由意志に関するものである。その思想は後のアルトゥル・ショーペンハウアーやフリードリヒ・ニーチェにまで影響を与えている。一言で言えば アウグスティヌスは人間の意志を非常に無力なものとみなし、神の恩寵なしには善をなし得ないと考えた。このようなアウグスティヌスの思想の背景には若き日に性的に放章な生活を送ったアウグスティヌス自身の介護と現在を否定し人間の意志の力を強調したペラギウスとの論争があったペラギウス論争といわれる一連の論争は西方教会における 現在理解の明確化に貢献している。フランク王国の国王カール大帝もことのほか、アウグスティヌスの著作を好み、食事中に読ませたという。アウグスティヌスは圧倒的に人気があったため、自然な流れで成人となり、1303年に教皇ボニファティウス発生によって、教会博士とされた。中世カトリックを代表する神学者、トマス・アクイナスも、アウグスティヌスから、 大きな影響を受けた。近代に入って、アウグスティヌス思想から影響を受けた進学者の代表として、ジャン・カルバンとコルネギウス・ヤンセンを挙げることができる。カルバンは宗教改革運動の指導者の一人としてあまりに有名だが、ヤンセンはあくまでカトリック教会内に留まった。しかし、ヤンセンの影響は、ジャンセニスムとしてカトリック教会内に大論争を巻き起こすことになる。 他にも、アウグスティヌスの時間意識、神は永遠の現在の中にあり、時間というのは非造物世界に固有のものであるというものも西洋思想の一部となったし、犠牲、聖戦論という問題も扱っている。これも、ドナテイスト論争という当時の神学論争の歴史的文脈から理解しないと誤解を招くが、アウグスティヌスは異端的になった。 ドナテイストを正しい信仰に戻すためなら武力行使もやむを得ないと考えた。また神学者としては精霊が父と子から発出することを語りて、言葉によって伝えられる愛の類比などによって説いた。この律論は後のフィリオ系問題における正法神学の精霊論の基礎の一つとなった。信仰実践の面では正法における教授修道のあり方に ベネディクトスに次ぐ影響を与えた。アウグスティヌスが一時実践した教授修道の修道規則とされたものは中世末期にアウグスティの会の設立へとつながり、これはカトリックにとどまらず、ルターを通じて宗教改革とプロテスタント的権欲の思想へも影響を与えている。アウグスティヌスはカトリック教会において最大の教師とも呼ばれ重要視される。 ただし現在と人間性の脆さ、弱さに関する距離、及び、温調の必須であることをめぐっては、しばしば極端に走ったとも指摘される。ルター、ツビングリ、カルバンなどにより、アウグスティヌスに残存していた語尾が、誤って利用されたとすら、カトリック教会では理解され、アウグスティヌスの論説を前敵からクロンの基礎の、一つとして扱うルター派、カルバン派といったプロテスタントとは、 アウグスティヌスに対する捉え方に対応の違い、温度差がある。現代ではアウグスティヌスがソフトウェアなどの知的財産の無償性を唱えた最初の人物であるとみなされることがある。彼自身は哲学について述べているのだが、思想というのは物質と異なり自由に共有されるべきものだとアウグスティヌスは考えていた。東方教会、正教会、 東方諸教会においてもアウグスティヌスは、聖人として崇敬される。聖教会でも、その生涯における神への模索と洗礼までの童貞について言及されるなど、全面的に否定されているわけではない。しかしながら聖教会では、聖方教会に比べて、アウグスティヌスの位置づけは、さほど重要なものとされていない。特に現在、堕落をめぐるアウグスティヌスの見解に対して、 正教会はこれを否定する。また、対ペラギウス論争をめぐるアウグスティノスの姿勢も、問題解決を不可能にしたものであると評されることがある。アカデミア派の会議論者、ペラギウス主義、マニキュへの反爆のほか魂、時間、自由、意志、神の国、来世についての論考聖書の仲介、音楽論などの著作が残るが、 告白などから現存しない著作があることも知られている。著作集は、教文館で、約30巻が刊行されたが、未完結である。主要著書は以下。アウグスティヌスの記念日は、彼が死去した日とされる8月28日である。彼は西方においては、醸造業者、印刷業者、進学者の守護聖人であり、多くの地域、都市の守護聖人ともなっている。 福田寛一は、キリスト教政治思想、国家論を初めて体系的に理論づけた人物として高く評価している。岡崎小生も高く評価し、金子声優はアウグスティヌスは、西ヨーロッパを古代文化とは異なった中世文化へと方向づけたとし、西ヨーロッパの神聖に貢献した人物であると述べている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。